はい、どうも、ケツマチです。はい、どうも、ケツさんでございます。はい、というわけで、すげえ嬉しい話題ですよ。はい、乃木坂真夏の全国ツアー2018開催決定です。おめでとうございます。おめでとうございます。いやー、また今年も来ましたよ。そうっすね、いよいよかと思いますけども、はい、今回なんとまたね、今までと違うところがありまして、で、なんと7月の6日、7日、8日、うん、3日間、はい、これがですね、明治神宮野球場、はい、これはまあ今までもあったんだけど、うん、プラスで秩父宮ラグビー場っていう、うん、その2会場を同時で使うというね、すげえ試みなんですよ。ちょっと今からワクワクするよね。確かに、うん、新潟はちなみに来ますよね。ちなみに新潟はないんですけど、あれまあ今回の日程で言うと、はい、7月の6日金曜日から8日まで、はい、3日間が東京の明治神宮野球場と、秩父宮ラグビー場、うん、これが、シックスス・イヤー・バースデーライブっていう、はい、バースデーライブ、そして、7月の21、22、ここが、福岡のヤフオクドーム、うん、そして、8月の4日、5日、うん、大阪ヤンマースタジアムということで、はい、そして26、27日、8月のね、名古屋ドーム、そして9月の1日、2日が宮城の一目惚れスタジアム宮城ということでございます。はい、はい、めでたいですね、これは本当にね。いや、毎年ね、どんどん規模がでかくなって、確かに、もうついに2会場使うっていうね、すごい。同時ってどういう感じでやるのかな。確かにね、分身すんのかな。いや、行ったり来たりすんだろうね、メンバーが。すごそうだなと思って。大変だよね。え、どういう感じなんだろうな。倒れないでください、うん、で、神宮が 3.5 万人、うん、で、秩父宮ラグビー場で 2.5 万人、うん、で、一気に6万人呼ぶらしいですよ。もう、すごい足し算ですよ。やばいね6万って6万ですよ。いやいやいや、うん、まあ、ドームスタジアムツアーだったらさ、うん、新潟にもあるじゃないですか。そうなんですよ。で、ぜひやってほしいよね。そうなんですよ、次回は絶対お願いします。そうですね、まあ、この流れで追加公演決定みたいので、そう、新潟入ってきたらちょっとうわーってなるんで、もうその時はまた動画が上がるはずなので、そうですね、見ていただきたい。ぜひ新潟に来ていただきたい。お願いします。まあちょっとね、いろんな都合上新潟県外から出るってのはなかなか難しいんで。そうね、うん、ちょっとぜひ乃木坂のイベントは参加したいんで、はい、ちょっと来てくんないかな。そう、心より願っております。そうですね、はい、まあいろんな、今回もね、乃木坂どん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 上がね、まあ生駒ちゃん卒業だったりもあったけど、うん、もう新たな真の乃木坂がね、今年はいろいろ動いてくるんじゃないかな。そうっすね、思うんで、うん、ちょっとこれからも期待ですよ、はい、嬉しい話題がいっぱい出てくるんじゃないかなと思うんで、確かにね、うん、それを待とうかなと思います。はい、すごい嬉しい報告でございました。はい、そんな感じの動画でございました。はい、終わります。終わります。動画見ていただきありがとうございます。概要欄の中から他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますので、そちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。